プロ野球界において、プレイヤーが安全にプレーを続けるための懸念が常に存在しています。選手たちの安全と健康は、チームやファンにとって最優先事項です。そのため、前日の試合で頭部に打球を受けた DNA の宮崎と塩内野手、35の状態が注目されています。その後、宮崎選手は試合前練習に参加しましたが、 その状況について、三浦監督がコメントを発表しました。前日の試合での宮崎選手の状況は深刻でした。阪神の井上選手の強烈なゴロが宮崎選手の頭部付近を直撃し、一時的にプレーを中断する事態となりました。幸いなことに、宮崎選手は意識ははっきりしており、出血もなかったと報告されました。しかし、か 頭部にがができその状態が心配されました続いて宮崎選手は試合前練習に参加しましたがその際には十分な慎重さが見られました他の選手と同様にアップ用のシャツとユニフォームのパンツを着用し歩いてグラウンドに向かう姿が報じられましたまた宮崎選手は3塁の守備位置でノックを受けその動きを確認しました 三浦監督は幸い東部打撲だったので今動きも確認しながら練習見てからですねと宮崎選手の状態を説明しました宮崎選手自身も幹部にはこぶができているものの大丈夫そうですと話していたという報道がありますこの積極的なコメントは藩や関係者に安心感を与えるものであり 宮崎選手の回復に向けたポジティブな兆候と捉えられます三浦監督は宮崎選手の状態について明日以降の状態を見ながら進展を見守るとコメントしていますその様子からもチームは宮崎選手の安全を最優先に考え万全の体制で彼の回復をサポートしていることがうかがえます d a 宮崎塩内野手が前日の試合で頭部に打球を受けた出来事はプロ野球界において安全性という重要なテーマを再度浮き彫りにしましたその後の試合前練習への参加やコメントを通じて彼の状態は安定しておりチームは彼の完全な回復に向けて万全のサポートを提供していますはや関係者は 宮崎選手の健康と安全を最優先に考える DNA の姿勢に安心感を抱くことでしょう。